はい、ケンサン TV で今回のケンサン TV の貯蓄生活3月っていうことで、まあ貯蓄を考えて2ヶ月の今日最後でね、まあやっと、3月も終わったなっていう感じで、コロナもね、まあいろいろとまだまだ大変ですけど、今月の支出コントロールってことで、もうこの3月はもう絶好調の支出コントロールで、月間予算が15万円ってところを、今月は14万8100円っていうことでね、なんと、1900円もね、使わずに支出を抑えることができました。ということで、今回は、なんでこの支出がこんなにたくさん抑えた一つの要因は、やっぱり、食費がね、まあ大体内訳を見てみると、食品が 11,743 円、2月はふるさと納税の豚肉があったにもかかわらず、今月はね鶏肉800円か900円で、2キロ入ってるんですが、これの使い方がかなり良くなりまして、まあ節約飯ですね。節約もう5年間ぐらい同じようなメニューをずっと使ってるんですが、それがうまいこと今回は買うタイミングっていうのをしっかりと見極めて買ったのが今回いいタイミングだったのかなと。だいたいいつも1週間分の食料が冷凍庫の中に作り置きされてるっていうのも、なかなかいい感じで。で、まあ、野菜も結構今月は安く、キャベツですね。キャベツが100円以内ぐらいで買えたことが多かったので、まあ、ちょっとキャベツだけでは物足りないので、白菜にしてみたりとか、ネギとかね。もやしとかを使っていろいろとやってうまい具合に食費が 11,743 円をされました。で、まあ、今月ね、実で言うと、遊びは結構ね、何回だろう。5回友人と会ってるんですよね。友達と池袋の文房具のイベント行ったりとか。で、まあ、友達の家でホームパーティーやったりとかね。で、まあ、あと、まあ、3月25日には、アメリカ人の友達とか、まあ、トラベラーズノート好きの友達と集まって、トラベラーズノートの新作をね、一緒に買いに行ったりとか、まあ、カフェ行ったりとかね、したりとか。で、まあ、あと友人と釣り行って、まあ、これはまあ、紹介に使わなかったんですけど、イベントがあったにもかかわらず、食費も、カフェ代も817円で、で、まあ、お昼ご飯代も2600円。で、晩ご飯代も500円と、なかなか激安でね、これ別に節約してこうなったわけじゃないですけど、うまい具合にね、まあ、あとポイント、楽天ポイントとかうまい具合に使えて、こんな感じに収まることができました。で、次、今回、日用雑貨は一応買ってはいるんですよ。買ってはいるんですけど、まあ楽天ポイントがね、圧倒的に効いて、いろいろと、洗剤とか買ってるんですけど、楽天ポイントで、まあ、ポイントはね、とりあえず0円っていうことにしてて。で、次、文房具ですね。文房具は、そうですね、1771円使いました。で、まあ、3600円の文房具雑貨、良くなったりとかの、まあ、支出の予算を3600円で決めてるんですけど、まあ、文房具、自分が一番好きなトラベラーズノートの、まあ、新作が出た、春の新作が出たんですよ。これはそんなに自分の中で抑えて、気持ちを抑えて、まあ、欲しい気持ちもわかるんですけど、まあ、本当に使うものだけを選んで、買ってみました。で、まあ、1100円はもう完全に、本当この今撮影してる日に、もうずっとね、2ヶ月、3ヶ月ぐらい散髪しなかったんで、ボサボサだったんですけど、まあ、やっとすっきりと髪の毛を切ってますが、1100円ということです。まあ、大型出費はいつも通りの、まあ、ソフマップローンですね。これまあまた8月、9月ぐらいから、この5000円がなくなるんで、だいぶね、支出も抑えられるようになると思います。で、まあ、エンタメは、今回は、1回も使わずと。予算は2000円にしてたんですけどね、1回も使わずってことで。で、次は、通信費ですね。通信費も、内訳見ると、インターネット、まあ、あれですね、ニューロが1078円、キャンペーンでずっとね、2年間ずっと1078円なんですけど、で、iCloud 130円で、まあ、Spotify 980円。で、今回はね、貯蓄生活をやっていくのに言うて、先取り貯金をね、入れる場所をどこの銀行にしようかなって考えたんですけど、僕はゆうちょにすることにしました。ただね、ゆうちょ、自分のゆうちょが、キャッシュカードをね、ちょっとなくしちゃって、で、それの再発行費用で、1100円って、なかなかね、高額ですよね。1100円の、金額が買っちゃいました。
あの携帯は楽天ポイント入ってるのが、楽天モバイル入ってるんで、今年の5月ぐらいまではまだ無料で使えます。で、まあ、今月ね、水道光熱費が高かったです。15,607円で、まあ、水道は3,820円で、ガスは4,350円ですけど、電気代がね、一人暮らしなんですけどね、楽天電気なんですけど、7,428円。結構ね、高額でした。まあ、ちょっとこれ痛手なんですけどね、まあ、仕方ないですよね。で、まあ、住まいはいつも通り、まあ、37,300円ということで、その他は、まあ、これはもう出資というよりももう2ラインを言っての貯金みたいなもんなんですけど、先取り貯金3万円と積み立て NISA 9,999円ということで、はい。という感じで、まあ、抑えることができましたね。まあ、あとは医療費ですね。生命保険と国民健康保険代ということで、今月の、ケナ TV の貯蓄生活3月編ということで家計簿。まあ全体的にね、本当に148,100円ということで、支出抑えられて、1,900円も余って、これも貯金にね、回せるってことで。まああとね、ちょっと僕、一個ちょっと計算が間違ってるところが何個かあったんで、これ4月ぐらいから、4月5月ぐらいに、ちょっと、計算が間違ったところがあるんで、それをちょっとね、修正して、予算も15万円ってしてたんです。これもちょっとね、いろいろと計算して、今、4月、5月に向けての新しい、まあ、家計簿をつけていけたらなと思います。ということで、まあ、このチャンネルは、まあ僕、計算っていう意味のね、もう本当に今年は100万円貯めるとっていう家計簿をね、まあ記録して、まあ誰のためになるってわけじゃないんですけど、もうこれを記録することによって、自分が頑張って今年は100万円貯めて、来年から100万円をね、生活防衛費として、まあ投資の方もちょっと頑張ってやっていったりとかして、まあ旅行のね、費用などはもう年間の費用を考えたりとかね、してちょっと動いていけたらなと思いますんで、まあもしかちょっとこの、なんかよくわかんないけどこいつ、ちょっと参考にはならないですね。まあいろいろ動画も今月は、いろんな人のね、YouTube 見て勉強させていただきました。ということで、まあ、このね、チャンネルが、まあ、気に入った方は、ぜひね、チャンネル登録だったりとかね、お気に入り、いいねだったりとか、よろしくお願いします。ということで、近い4月。4月もね、なんかいろいろとちょっと、自分の計算間違いだったことを、うまいこと、修正したりとかして、まあ、うまい具合に、支出を抑えていけたらなと思いますんで、また、次回もよろしくお願いします。いや、でも、今月は本当に友達とたくさん遊んで、2月以上にいい年でしたね。ということは、いい月でしたね。ということで、ありがとうございました。ケンさん TV でした。